金箔金箔は金を微量の銀や銅と共に金槌で叩いてごく薄く伸ばし白状態にしたもの。紀元前1200年頃に古代エジプトで製造が始まったと考えられている。現在は真鍮からなる洋金箔も普及している。本来の意味での金箔は純金箔として区別されていたが、純金の表示が純金のみで製造されていると誤解を受けるため、 金のみで作られたものを、純金箔、銀及び銅を合金しているものを、金箔と表している。以下、特に断りがない限り、本金箔について述べる。金箔に覆われた、世界最大の木造座像、田島大仏金箔のうち、最も利用される四合色という規格では、金94.43%、銀4.9%、銅0.66%を、 厚さ約0 0 0 0 1ト、mm、ルに伸ばしたものである。したがって1立方センチメートルの金から約10平方メートルの金箔を作ることができる。こうした大きな転生により、わずかの純金を用いて広い面積にわたって上質な輝きと光沢が得られることから表面装飾に用いられることが多い。タンス、屏風などの家具類、ふすまなどの縦具類。 漆器などの工芸品、仏像、仏壇などの美術品、金閣寺に代表される建築物の外装、内装など幅広く利用されている。また、工芸技術として、金箔を漆器などに用いるための沈金、薪絵、仏像を消耗するための切り金などが発達した。私学分野においては、金箔を葉の中に直接詰める直接金修復法といった治療法も存在する。 また食用にもされる。様々な料理にふりかけ状にまぶすほか、日本での主産地である、石川県金沢市では、面状に広げた金箔を乗せた、ソフトクリーム、洋羹、カステラ、くずィり、寿司などがある。見た目の豪華さを演出するためで、味や食感はほとんどない。口実の安全性も参照。金箔製造の副産物として有名なのが、油取り紙である。 金地金を叩き広げる際、地金を挟むために用いられる。白内紙が、皮脂もよく吸収することから転用されるようになった。金箔製造20年以上用いられた。白内紙は、古や紙とも呼ばれ、高級品としても扱われる。金箔の製造工程は、清屋が行う、延べ金、上積みと、白屋が行う、白内に分業して行われる。るつで溶解され、 合金になるミャンマーでの白打ちの様子。これらの工程を経て、一般的には100枚を一単位とし販売される。和紙製の白打ち紙を使用して製造された金箔。光沢は柔らかく、叩き伸ばされた時にできる格子状の跡が特徴。製造に手間と時間がかかるため、高価である。グラシン紙によって製造された金箔。強い光沢があり、表面に凹凸がない。 製造工程が機械化され、効率よく生産できるため、安価である。円付金箔金箔は、一般的に銀と銅が一定の割合で混合され、合金化されており、部合によって、名前が決まっている。以下その名前と、金、銀、銅の部合を示す。美術の分野では、金箔だけでなく、切り箔、金斜紙、金霊など金箔に加工を施したものも利用される。 シュバーバフ派にある金箔が貼られた建物金箔をふんだんに使ったバンコクの寺院はとプラケオ日本の金箔生産では石川県金沢市が創生産量のうち99%を占める独占的な産地である。江戸時代初頭には白内は幕府に独占されていたが当時の加賀藩が密造を続けた末にその免許の獲得に成功したこと、高質な気候が 白打ち作業に適していること、金沢市、和島市、七尾市といった金箔を大量に消費する漆器や仏壇の産地が近くにあったこと等が主な理由である。ドイツでは、バイエルン州、ミッテル・フランケンのシュバーバフ派が主要な産地であり、500年の歴史がある。またフランス、イタリアでも製造されている。中国では、東神時代から、 チャンスー,ショーの南京において製造されており、約1700年の歴史がある。またタイ、ミャンマー、インドでも製造されている。金は共産などとも反応しないため、食用された金は、遺産などの消化器とは全く反応せず、体外を素通りしてそのまま排泄されてしまう。これが、純金の食用が人体に何の効用も毒性ももたらさないことの根拠である。また、 金箔に微量に含まれる銀も遺産では溶解しない。料理への使用例金、銀ともに食品添加物として認可されており、製造溶剤、着色料の目的で使われている。また、金、銀ともに歯科用材料として長らく使用されており、その安全性は実証されている。金銀箔工芸作だ金箔メーカー。ありがとうございます。